賃炉。賃炉、賃炉、チェンルー、艦隊アザ、ロ、ラテン文字、チェンルー、1976年11月24日台、は、中国、吉林省長春出身の下、フィギュアスケート女子シングル選手。1994年、リルハンメルオリンピック及び1998年、長野オリンピックに大会連続銅メダリスト、1992年、 アルベルビルオリンピック6位入賞1995年世界フィギュアスケート選手権優勝者。現在はプロスケーターに転校している。愛称はルル、ルル。中国では表情故調と称された。母は卓球選手、父はアイスホッケーコーチという家庭で育った。チンは早くから才能を開花させ1990年には 世界のトップスケーターに数えられていた。5種類7回の3回転。当時の女子としては、難度が高い3トゥループプラス3トゥループのコンビネーションヤンプを持っていた。競技人生前半は技術派として評価を受けるが、次第に芸術性豊かなスタイルに移行していった。90から91シーズンの世界選手権では3、回転が5つしか決まらずに、総合12位に終わった。 91から92シーズン、アルベールビルオリンピックでは、オリジナルプログラムで11位と出遅れたが、フリースケーティングで大きく挽回し、総合6位入賞を果たす。チンはこの時、ショートで当時難しいとされていたトリプルルッツを含む、コンビネーションを行い、またフリーでも6回の3回転を成功させたにも、かかわらず、上位にランクすることはできなかった。技術点に比べると、 芸術点ではまだ高い評価を得ることができなかった。しかし91から92シーズン、92から93シーズンの世界選手権で2回ともに3位に入り、2年連続で銅メダルを獲得した。この頃から、チンの実力は次第に評価されていくようになった。93から94シーズンのリレハンメルオリンピックで、チンはテクニカルプログラムで4位発進だったが、 フリースケーティングでは3回転マイナス2回転のコンビネーション、シークエンスを行い、また3ルッツを2回成功させるなどで総合3位入賞を果たし、当期五輪で自身初の銅メダルを獲得した。同シーズンあたりでジャンプ変調から表現力重視のスタイルへと変わり、3回転3回転を試合ではやらなくなった。リレハンメル五輪後の千葉、幕張の世界選手権では、 初優勝が期待されたが、予選演技後に足の疲労骨折による体調不良のため途中棄権した。94から95シーズン、チンはラストエンペラーをフリープログラムに選び NHK 杯1位となった。迎えた1995年世界選手権では、ショートで1位、ボベック、2位、マルコワ、3位、チン、4位、ボナリー、ゴイクワンとなり、 上位二人が崩れて、実質の争いは、チン、ボナリー、クワンの三者に絞られた。フリーでは、ボナリーが5種類7回の3回転ジャンプ、しかも3プラス3を2回に成功するも点数が伸びず。チンは2回目の3ルッツを失敗して点数が伸び悩むがなんとか、ボナリーを振り切って、暫定1位。クワンは5種類7回プラス2アクセル2回のすべての、ジャンプを決めるが点が伸びない。 結局、チンが念願の世界選手権初優勝を決め、中国代表の女子シングル選手としても、史上初の世界チャンピオンとなった。95から96シーズン、再びジンは頂点を目指すことになった。フリーにラフマニノフの曲を入れ、序情性を全面に押し出したプログラムで NHK 杯1位。しかしながら、グランプリファイナルでは超を崩し、 ほとんどすべてのジャンプを失敗して4位に終わった。その直後の世界選手権では、すべての要素を、ショート、フリーを完璧にこなして、暫定1位、芸術点で6.0の評価も得た。3回転ジャンプは5種類6回成功、ルッツが2回次の滑走尺クワンは、前半の3とプラス3とのコンビネーションを3プラス2にしてしまうが、プログラム最後に用意していた2アクセルを即席で3。 とに変更して成功させた。これで、クワンが成功した3回転は5種類7回だった。このわずかな差で、チンは総合2となり、惜しくも銀メダルに終わった。96年世界選手権で全力を出し切り、芸術点で6.0満点の評価を得たにも、かかわらず銀メダルに終わったことは少なからず、チンにショックを与えた。さらに、また足の怪我や体重の激増と、相まて、 96から97シーズンは不調のまま過ごすこととなり97年の世界選手権ではショート25位でまさかの予選落ちという惨敗を喫してしまう。そのためチンは中国選手としての翌98年の長野オリンピック参加資格を獲得するために他の大会に出なければならなかった。その間は怪我の治療とダイエットに専念した。 97年の夏、長野五リンへの参加資格を得るための指定試合である、カール・シェーファー・メモリアルに参加し、優勝を達成する。ISU 国際大会でもフランス大会4位、NHK 杯3位と少しずつ副調を審査員に印象付けながら、長野オリンピックを待つこととなった。自ら同大会限りで引退を決意していた98年の、 長野オリンピックのショートプログラムでは苦手としていたジャンプもなんとか決めて4位に入り、フリーでの逆転メダル獲得に望みをかけた。フリースケーティングではわずかながら回転不足を犯しつつも5種類の3回転ジャンプを決め、プログラムの最後には3トゥループプラス3トゥループ、実際は2つ目のジャンプは明らかに半回近く回転不足の連続ジャンプを入れ、メダルへの執念を見せた。 チンは、演技が終わるな、否や、リンクに覆いかぶさるように顔を伏せ、溢れんばかりの涙を流しその後キスくらいの席で、コーチに寄りかかったまま号泣していた。最終的に、ライバルの不調もあって、チンは、金差で3位入賞、冬季五輪に大会連続で、銅メダルを獲得した。表彰式に登ったチンは、流れる嬉し涙を拭おうともせず、 同メダリストとしての喜びを表現した。なお、チンは、この長野五輪を最後に、アマチュア選手としての現役引退を表明した。プロに転校後は、スターズ・オン・アイスなどのアイスショーに出演した。2005年には、ロシアのペアスケーターのデニス・ペトロフと結婚。翌年には、長男が生まれた。夫と共に、中国南部の新鮮で、自らの名を冠した。 チンの国際スケートクラブを経営、指導者、振付師としても活躍している。2006年トリノオリンピックでは聖火ランナーを務め、また、チンの故郷である長春で開催された2007年の冬季アジア大会では開会式でバタフライラバーズを披露した。大会期間中は地元テレビのコメンテーターとして競技の解説も行なっている。 チンの夫であるペトロフの祖国で開催された2014年、ソチオリンピックの誘致活動にも加わった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。